300万円を支出していたことが分かりました。誰がね、誰に投票しても同じや同じや思ってこのねこの世の中を変えたい。兵庫県議会の無所属野々村隆太郎議員は、去年度の収支報告書の中で自宅がある西宮市から特定の4カ所までの往復の切符代を政務活動費として支出していました。行き先は城崎もありませんが、議会の手引きに従い問題はないとしています。高齢者問題は我が県のみの我が県のみだ我が県のみならず西の宮、日本中の問題じゃないですか。命がけであなたでわからんでしょうね。県議会事務所は野々村議員の一連の行動に違法性はないとしていますが、今後議会の手引きについて見直していく方針です。